ガラスコップに油性ペンで文字を書きます。ティッシュペーパーで文字をこすっても消えません。オレンジの皮をつまんで文字の部分に液体を飛ばします。ティッシュペーパーで液体がついた文字をこすります。油性ペンで書いた文字が拭き取れます。油性ペンのインクは色を出すための染料を石油系の原料有機溶剤に溶かして作ります。オレンジの皮に含まれるリモネンも有機溶剤です。これを油性ペンで書かれた文字につけると有機溶剤の文字はリモネンに溶け出してしまうのでティッシュできれいに拭き取ることができるのです。